はい、それではアメリカの2つのつ外交戦略ととといいいいうことを考えていきたいと思いますこれ何が言いたいかっていうと,、えー、と超大国のね軍事力も経済力もナンバーワンのアメリカは世界の国際情勢にすごく影響を与えてきた国ではあるけれどもよく考えると,、えー、とあの時期によって、えー、外交戦略がね異なっているっていうね。それをね歴史のえー 追いながらね見ていきたいなというふうに思いますのでえと聞いてみてくださいさあこれは皆さんご存知ですよねえと前の大統領ね四十五代ドラトランプ大統領個性の強い人物よねまあ面白いというかあのずいぶん思い切ったことを言う人だったですよねえ思い出されるのがこの何でしたっけメキシコとの国境に壁を作ってですねえ不法移民を 入れないようにするっていうことですね。あ、アメリカっていうのはそもそも移民が集まってできた国家ですので、移民を入れないっていうのはおかしいじゃないかって考えることもできます。しかし彼には彼なりの考え方があったんですね。えー、アメリカファーストことでね。メキシコから不法移民がたくさん入ってくるね。 ええまあ移民はえなんか貧乏だったりえ内戦で苦しんでたりするら来るのでまあ可哀うだなとも思うけれどもえっとあの日本あの入ってきちゃうとですねアメリカ人の職場を奪ってしまったりとかねそういうことが起こってくるんですねえなんでアメリカに今住んでる人は一番大事と考えれば移民は入れない方がいいんだっていうのがトランプ大統領の考え方だったですね他にもいろいろですねえ日本と一緒に 経済の自由貿易経済連携協定に入るから TPP なんかにも入らないって決めたのもトランプ大統領国連の地球温暖化の枠組み条約から脱退したりとかですねあとはあのアメリカの北にあるカナダ南にあるメキシコとのナフタ自由貿易協定からもねこれももっと制限を作ってですね、まあ、例えばアメリカは昔アメリカの企業がメキシコに工場を作ったりカナダに 工場を作ったりできたんですけどそういうのを制限しようとん、ね、でかというとアメリカの工場をメキシコに作っちゃうと働いて給料をもらうのはメキシコ人でアメリカ人に給料が入ってこないじゃないかと、ねまあ、こんなことでですねアメリカ人だけよけば自分さえよきゃいいみたいなとこがちょっと見えるとねこれは、えー、と孤立主義ってねアメリカは大国だから孤立でもやっていけるんでそんなねいろんなところと組む必要はない っていう考え方これがアメリカの一つの考え方でむしろねアメリカの基本になる考え方はこの孤立主義の方なんですよ。しかしそうじゃない時期もありました。えー、これは、えー、ブッシュ大統領で、ね、41代だいぶ前の大統領ですねブッシュ大統領って 2, 2人いるんですがこれお父さん親子でやってお父さんの方なんですが、えー、これあの目の前に旗が2つ。 見えますよ大統領はねアメリカの旗とソ連のソビエト連邦の旗ですねこれは冷戦が終結したことを宣言するマルタ会談ですよねだから写真の本当は右側にゴルバチョフというソ連の指導者が写っているわけですね、えー、つまりまあブッシュ大統領の時にですね冷戦が終わってですねつまりアメリカは今まで冷戦の時はアメリカ対ソ連で2台2つの勢力だったんだけどこれでアメリカの方が、まあ、一旦勝ったと。 ソ連の方がもう共産主義は無理だということで、えーとあのー、資本主義国になるってことでまあこれでね一応武士大統領は勝者になったということで笑顔にはそういう意味も込められてるかもしれませんしかしね試練がありましたで、ねえー、これは何かというといっぱい国がいますが湾岸戦争の多国籍ですね1991年に、えー、とイラクが クエートに侵攻したという事件が起こり戦争が起こりこれに対してアメリカが中心になってですねいろんな国の賛同して集めてですね軍隊を集めて多国籍軍との編成してイラクをやっつけたとかはクエートから追い出していたわけですね。えー、とでこの時ね、えー、と言っていたことですが、えー、これグローバルポリスがね。アメリカは世界の警察である警察官である。 まあ俺ワールドポリスマンでもいいんですけどであるとねだから民主主義に逆らったことで正しくないことにはアメリカが鉄槌を下すのだっていう考え方ですねさっきの孤立主義だったに対して随分こう積極的なんですが例えばいろんな言い方ができると思いますが国際介入主義ほ他の国の揉め事には介入していこうっていう感じが強いねなのでトランプ大統領とブッシュ大統領はある意味こう 対照的なな考え方を持っていいたととうことになるかなと思いますじゃあこれのね2つのね孤立主義と国際介入主義の歴史をちょっと見ていきましょうまず孤立主義ですね先ほど言いましたが孤立主義が実はアメリカの基本的な戦略なんですずいぶん古くですねもう19世紀の初めに遡ります第5代モンロー大統領とあ違いましたね モンロー大統領この人が五代大統領ですね、えー、それでですね、えー、彼が何を言ったかというとですね1823年にモンロー宣言、えー、とですねモンロー宣言ってなってますが議会で、えー、と演説した教書議会に出した教書に書いてあるんでモンロー教書本当は正しいんでしょうねまあ俗にモンロー宣言なんて言われたりするんですがどんな内容かというとヨーロッパ ヨーロッパ諸国の、ねえー、南北アメリカ大陸の干渉には反対する、ね、そして合衆国もヨーロッパには干渉しないこれ背景ちょっと説明すると19世紀なのでヨーロッパ諸国はですねまず小さな国がいっぱい、えー、あってですねしかもどこもみんな工業化に成功して、えー、と国力は強いですから戦争が揉め事が絶えなかった。ね、さらにイギリス を中心にまあ、フランスを中心に、えー、アジアやアフリカに植民地をたくさん獲得していた時代だったでそれはまあ,あのそういう、まあ、手がねアメリカにも伸びてくるとでなんでアメリカにはヨーロッパの国々はね口出ししないでくれと手出ししないでくれとその代わりヨーロッパで何が起ころうとアメリカも、えー、とヨーロッパには干渉しませんよっていうふうに言ったんですねアメリカはアメリカでやるからほっといてくれと。 ねまあ、孤立的な考え方を言ってまあ孤立って悪いイメージがあるけどね孤立ができちゃうのがアメリカなんですねまあ仮に孤立をモンロー主義というふうに言っておりますモンロー大統領の考えをもとにしてでこれアメリカの人もみんな支持してるけですいいですねモンローの考え方そうだよなアメリカはそうじゃなくちゃみたいなんでかって、ねえー、イギリスやフランスのようにアジアやアフリカに植民地を求めなくてもアメリカってね今のアメリカはね あと東海岸ニューヨークやフィラデルフィアとかボストンがある大西洋側の東海岸とカリフォルニアあのロサンゼルスやサンフランシスコのある西海岸は両方海岸があるけど昔は東海岸だけだったんですよね。さあここのの赤いところが最初のアメリカです,、ね、ですからアメリカは植民地なんかあのわざわざ海を渡っていかなくてもですね、えー、アメリカにあるうんとまあ 植民地とかまたはもっと言えばもともとアメリカに住んでいたネイティブ・アメリカン昔は、ね、インディアンなんて言い方をしてたんですけどそういう人たちの土地をどんどん奪ってですね西に企業とか金融機関の人もですねそうやって西に市場が拡大していくわけですからどんどんこうあの金儲けのネタが増えていく。 ね、だからわざわざ植民地なんかいらないしましてやヨーロッパのごたごたに介入するなんて全く無意味だよ、ね。なのでアメリカ人の多くはこのモンロー主義をこの後もね引き継いでいくんですね。のちの大統領もみんなモンロー主義を引き継いでいき、えー、と国民もそれを支持していました。ね、これがまあそのモンロー主義が言えたわけにですね、まあ、その自分の国の市場やあの土地はまだまだいっぱいフロンティアというものは、ね、開拓してないところがいっぱいあるからね。ね はいそこで次に年表を出してみますと、うん、年表が縦に2つに分かれてます左側がアメリカの出来事で右側がヨーロッパやアジアなどの出来事、ね、ヨーロッパやアジアでいろんな出来事があったのが19世紀なんですね、えー、例えば、えー、イギリスが、ね、植民地に拡大していくフランスもそれに続く、えー、とヨーロッパ同士の国同士のおめ事があったりするそれから イタリアやドイツが後半になると、えー、今までバラバラだったのがまとまって統一国家になって、えー、イギリスフランスに続いて覇権をね争うようになるでそういうふうにいろんな激動があったんですけどあのこれにアメリカはほぼノータッチだったんですね。 一番下1900年の義和団事件というのは,これは中国の北進事変ですけどこれにアメリカ軍は兵を出しているので初めてぐらいかなこの時ねあのアメリカ以外の地域で出てくるのねこの頃だと思います。そしてあとアメリカの歴史を見ると実はね文ー主義を基本にしているんですがずっと文ー主義というわけにはいかない理由もあったんですね。それはなぜかとというとフロンティアがあの カリフォルニアに達して特にメキシコと戦ってですね勝つとですね、えー、とあのカリフォルニアを取るとですねそしていろんなところを開拓してゴールドラッシュで金行を開拓したり鉄道を通して鉄道部を通したりするとだからここであこれ以上アメリカは拡大できないんだっていうことになってしまったわけですね。でそこでさっきのギワダン事件のようにですね海外にも出兵するようになったんですよ。 ハワイを併合しスペインと戦ってフィリピンを獲得してやがてあの、ね、太平洋やアジアの地域に興味を持つようになる、ね、まあきっかけはこの人、一、まあ、つきっかけの一つですね、えー、とセオドア・ローズベルト大統領昔は、ね、ルーズベルトとおっしゃいました最近、ローズベルトって言い意みたいですね、えー、彼はポースマス条約を結んだポースマス条約って知ってますよね。えー とすごい絵ですけど真ん中にローズベルト大統領がいて、えー、ロシアの皇帝と日本の明治天皇が、えー、裸で並んでるっていうすごい緑視画ですけども、まあ、日露戦争で日本が優勢だったので、まあ、ローズベルトが出てきてあまあまあまあと、うん、仲良くし仲直りしようぜって言って、えー、ポーツバス条約を結んで日本もロシアもギリギリだったですからねこれがまあ良かったんですよ。で,でこのようにですね、えー、アメリカ大統領は今までモンロー主義だと言ってたのに。 急にあのヨーロッパの国やアジアの国の戦争の中間に乗り出したりしてくるとね、これは何が狙いかというとですね、太平洋アジア地域へ進出したかったんです。もうね、アジアやアフリカの国は、えー、フランスやイギリスにみんな植民地化されちゃってるんで残ってるね大きな市場って中国だったんですよね。はい、中国だとかその手前の日本だとかにその勢力を及ぼしてアメリカの市場を拡大しようと考えた。 ね、まあ植民地もねあんまり持ってなかったんだけど、まあ、フィリピンが、ね、植民地になったことや、えー、あとペリーが日本に来たことなんかも出てますが、まあ、南北戦争が起こったりして日本との関係はあまりね深まらない時期もあったんですが、まあ、最終的にはモンロー主義なんだけど少し修正されてきたらローズベルトなんかは修正してきたなっていう感じがしています。さて次次に行きましょう次は えと孤立主義と反対の国際介入主義言い換えるとアメリカが手を出してくるっていうんでアメリカの力を世界に及ぼす覇権主義的だと考えることもできるしソフトな取り方をすれば、まあ、国際協調してアメリカが世界に平和をもたらすんだみたいな考えもできるかもしれませんがこういう考えがはっきりしてきたのが、えー、とウィルソン大統領、ね、の時期です。これ有名な大統領ですよね まあ、彼はですねさっきのローズベルトはあの結構何てつうかな野生的なねあのハンターなんかもやっててね有名な人ですけどこの人はちょっと知的なイメージのある学者肌であったん、ね、宣教師外交なんですねさっきのローズベルトは棍棒外交ってね、えー、と棒を持ってですね振り回してですね脅かしながら外交しているっていうようなやゆをされましたが。 えー、まる、あ、でキリスト教の宣教師のように、まあ、実際にあの牧師さんの子供なんですけどね優しい口調でですね、えー、優しく外交するね、後にノーベル平和賞を受賞したりとか、えー、国際連盟というのを発案したのもこの人14か条の平和原則と、ね、こういうのを出した人でもある平和を愛する大統領というイメージは非常にソフトで、ね、<laughs> 覚えておいてくださいねイメあくまでイメージです。で、えー で彼の時代一番大事件はヨーロッパで第一次世界大戦が起こったことです。ちょっと見てくださいね地図をね。ヨーロッパの青いところ水色のところは連合国とイギリスフランスロシアなどが中心ね。ちょっとあの赤っぽいところが同盟国とドイツがまあど特にドイツが中心ですね。でこのね1914年に えと第一次世界大戦が始まって1917年の図ですが、えー、この赤いところで戦争が行われてるす、ね、残豪戦が行われてるロシアの国内とフランスの国内で行われているってことで、まあ、どちらかというとドイツが押していいたという情勢ですしかもね1917年ってね,ねロシアが革命が起こるとして、ね、ロシアはもう戦争どころじゃだんだんなくなってる状態です。こうなってくるとですね、えー あの同盟国はこのあとすごく攻勢に出るのではないかと考えるすね、まあ、あの戦線がロシアとフランスの中にあるってことはまあサッカーではえば敵のゴールの近くパリやペテルスブルクスの近くにえーとボールがあるってことですからドイツがおしぎになった状態だったと、ね、しかし平和主義のウィルソン大統領は中立であるアメリカは今までのモンロー主義でだからあのヨーロッパのゴタゴタには口を出さないと、ね。 ところがアメリカは最終的に参戦してですねきっかけはねこれがねルシタニア号事件ってことね、えー、海軍力が弱かったドイツは潜水艦を開発して U ボートってやつですねこれで無差別攻撃を行うそして、えー、とその沈められた船の中にアメリカの人がたくさん乗っていてですね多くのアメリカ人が犠牲になった事件がルシタニア号事件。 ね、でこれがきっかけとなってアメリカが第一次世界大戦戦にに参すするるとということになるんで世論は戦争には反対でしたえいくら勝とうが負けようが戦争っていうのは死ぬんだとしかも自分ちの息子や夫が戦争に行って死ぬのは、はいね、自分の国を守るためならしょうがないけどヨーロッパに行って戦って死ぬのは何とも納得できんということで国民はみんな反対だったんですが。 えとで大統領も表面上は平和が大事だと、ね、参戦しないと言ったんだけどルスタニア号事件をきっかけに、えーまあ、ウイルスはね戦争には反対だけどアメリカ人を犠牲にしたドイツは許せん、ね、懲らしめなければならないというふうに言ってた。 これがいわゆるアメリカが第一次世界大戦に参戦する理由ということになっててこれは表向きです裏はフランスやイギリスはアメリカからいっぱいお金を借りている、まあ、あ形としてはフランスやイギリスが戦争の時に戦時国債というのを発行してそれを買ってもらって現金をお金を得るわけですね。でアメリカの、えー、と金融資本 まあ、ニューヨークのウォール街の銀行は、えー、みんな買っていたわけですそれを、ねえー、ウォール街の金融機関って、えーまあ、平たく言うとユダヤ人の、ねえーとねえーね、金融機関なんですけどもこれがですね万が一ですねこの調子で言ってですね万が一フランスやイギリスが負けるようなことがあると金が戻ってこないってそりゃ困るとウォール街の金融資本は言うわけですよ。 でですねこれが実は本当の理由ですねえこれを表に出しちゃうとですねウォール街のユダヤ系の財閥が金儲けをするためにアケミリカ人の若者が死んじゃうのかってことになってですね世論が賛成しこないのでまあルスタニア語事件を表に出して参戦してたんですねはいこのようにして結局アメリカは勝ってですね実際にお金はたくさん戻ってくるしアメリカは戦場にはならなかったんで。 えー、若者は死んだけれどもアメリカの経済は絶好調になって空前の後継期がやってくるという事態を招いたんですねうんだからあのウィルソン大統領立派な大統領のようだけどあ結局は金儲けが目的だったんじゃねえかなっていうあの、ね、そういう憶測が出ちゃうねウィルソン大統領はこうしてですね国債、えー、とあの時、ねえー、介入していくって,ってウィルソン主義と ね、最たるもののがさっきの国際連盟ですね国際連盟を作って世界が一つになってアメリカもその中で重要な地位を占めようというのがウィルソンの思惑だったんですが皆さんご存知のように国際連盟はアメリカ入らなかったですね。えー、と、えー、議会がね、えー、ウィルソン大統領は民主党ですけど議会は共和党が主流だったので、えー、いやアメリカはモンロー主義だからねえっ、ー、と。 国際連盟ななんんてそういういいものには入らないんだよってアメリカは孤立主義なんだから。ということでなんとあの、まあ、アメリカらしいですねこれすごくね非常に日本だったらなんか大統領が国際連盟作ってくる条約作ってきたら「ああよく頑張ったね」つってじゃあ賛成ですよってなっちゃいそうですけどそうはやっぱり二大政党制の国と三権分立がはっきりしているアメリカの凄みが出てる事件だと思いますが国際連盟に入らなかった。だから要するににアメリカ売りそうの時に国際介入したけど やっぱり孤立主義に戻っていったと、ね、はい、その後アメリカは空前の好景気になってですね、平和が訪れたんですが、ご存知の通り、えー、景気が良くなりすぎると必ず反動が来るんですね。えー、千九百二十一年世界恐慌。やがてまたヨーロッパがきな臭くなってきてですね、第二次世界大戦が始まってね、ドイツがポーランドに侵攻するというね、えー、状態になってきました。え、この時大統領は誰だったか。 ね、フランピン・ローズベルト大統領さっきのセオドア・ローズベルトの「いとこになるんですけども、えーとですねえー、大統領はですねこの大統領も表面上は平和主義者それから、ね、アメリカの方から見るとですねこのローズベルト大統領は英雄的な大統領ですね第二次世界大戦を勝ち抜いてアメリカをナンバーワンにのし上がらせた、ね、それから中学校の勉強なんかでしたかもしれませんが世界恐慌 をニューディールという政策で経済的にも立ち直らせた大統領だで、ね、民主主義を守った大統領ファシズムに勝った勝利した大統領、ね、それから不景気を克服した大統領と言ってね非常に、えー、と人気のある大統領なんだなと思いますし私も若い頃はそうに教わりました。ね、しかし彼も本当は参戦を望んでいたと言われています、ね、理由は先ほどと似ています。 ね、ローズベルト大統領もあのニューヨークのウォール街の金融資本との関係が深い大統領でウォール街はねやっぱり例のさっきのフランスやイギリスが万が一負けたらお金戻ってこない、ね、それから、ね、戦争軍事産業っていうのは儲かるんで戦争があった方が儲かるんだよ、ね、しかも戦,戦場はヨーロッパだからアメリカには影響ないしってことねところがですね国民はみんなねもういいよってね、うん、アメリカ金儲けしたし もうそのわざわざ第二にまた戦争に行くのは嫌だよってみんな言ってたんですよ、ね。ヒトラーがユダヤ人を虐殺してるって、ね、フランスのパリを占領したってヨーロッパでヒトラーが独裁者になってそしたらヒトラーと仲良くやるとかまたヒトラーが悪かったらアメリカと外交を結べばいいんであってじゃあ今度ヒトラーと外交すればいいんじゃないっていうのが正直なアメリカの国民の意見だったらしいです。まあいろんな考えはあったでしょうけどね。そしてえっ、ー、と あのまあ、大統領は本当は内心は戦争を望んでいたけれどもその証拠にあのイ,ギリあのイギリスの,あのチャーチル首相なんかと連絡を取ってですねいろいろと画策をしていましたからねでちょうどうまいこと、うん、ドイツの仲間の、えー、日本を締め上げたらですね、えー、真珠湾を攻撃したもうそういう言いしちゃいけないかもしれない。ローズベルトは なんか真珠湾攻撃の日は随分ご機嫌だったらしいですよ。ね、なので、まあ、もうこれもしあの私の聞いた話が間違っててアメリカの方が気悪くしたらすいませんね、えー、と、あのー、これであの戦争の口実ができた、ね、ジャップが真珠湾を攻撃した許せん、ね、アメリカの、ね、基地が、ね、外国から攻撃されたのって初めてなんですよ。なんという屈辱だ。 国民はいわゆるリメンバーパールハーバーーーーパルハとこですね、えー、今まで戦争反対だった国民も、うん、と戦争に傾いてたまあねしめしめと思ったのはウォール街や経済界の一部ってことですね、まあ、あ悪い人ばっかりじゃないでしょうけどウォール街ってユダヤ人の力強いですからやっぱりヒトラーが力を持つのは嫌なんですよね、まあ、そういう意味もあった、ね、国民とウォール街っていうのは同じ、えー、と世論ではない面が強いですね。 こうしてです、ね、あと第1次世界大戦に続き第2次大戦でもアメリカの力で、えー、と戦争に勝つことができた、ね、ところが終わってみたら今度はアメリカは勝者になったんだけど今度はソ連という問題児がいますから、ね、冷戦が始まる、ね、これはトルーマン大統領ですね。 トルマン大統領は、えー、戦争の末期の大統領なので、えー、広島の長崎に原子爆弾を落とすこととかですねそういうことを決断した大統領でもありますがすぐに勝ったけれどもソ連との関係が悪化して、えー、これが冷戦になっている。ね、トルーマン・ドクトリン、ねえー、自分の考えをこうまとめたわけですよね。ここれでソ連いや共産権を封じ込めていこう ね、だからこの辺のページ見ると国際的に例えばウィルソンは、えー、と第一次世界大戦に参戦する、ね、それからフランク・イン・ローズベルトは、えー、とあのファシズムとの戦いで自分たちが重要な役目を演じて民主主義を守るそして今度は共産主義の戦いでトルマン大統領から後の以下の大統領は共産主義との戦いで勝つためにソ連や共産権を封じ込める。まあ、中国が共産化してしてまったのは びっっくりだったんでしょうけどもとにかくまあ封じ込めるというふうにして、まあ、国際介入的な政策がこの後続くようになるベトナム戦争だとかねいろんなことが起こってですね朝鮮戦争が起こっていろいろ大変だったということですね。さあ冷戦が終わると先ほどに戻りますがブッシュ大統領の「うんね、アメリカが唯一の大超大国になったから世界の警察官をやるよ」っていうね。 しかしかつてのようにアメリカの相対的な地位が高いわけじゃなくてドイツや日本が経済成長してアメリカは経常赤字が続いたり軍事費の赤字双子の赤字とかいってです、ね、赤字が続いたりすることがあって実はあの軍隊を派遣したりするのも大変だったんですねだんだんね昔の余裕を持ってやれるような状態じゃなくなってきていたそこで、えー、オバナ大統領はもうねポリスマンやめよう。 ねえー、もうアメリカは警察官じゃないという,う発言をするようになってきた、ね、そして先ほどのトランプ大統領、ね、アメリカだけ、ねまあ、アメリカ人の体力守っていけばいいじゃないかと、ね、アメリカ人だって貧乏な人いて、えー、移民が入ってくると職業を奪われて困るんだよと、ね、そしたら、あのー、アメリカだけちゃんとして、ねえー、今まで、えー 海外に軍隊を派遣したけどアフガニスタンからも、うん、イラクからも、えー、っと撤兵しようと、ね、それから日米安全保障条約で日本に基地作って日本人はなんかにアメリカの基地があるのが嫌だみたいなこと言ってるらしいから,から自分で核兵器でも作って、えー、自分で国は守ったらみたいな感じですね随分思い切ったことを言うなと思いましたがそういう考え方になっていった、ね、これが、えー、トランプ大統領の時期です。さて、えー、現在の大統領、ね 今これ私がしゃべってるのは、えー、2023年の、えー、10月1 0日ですが、えー、とあのバイデン大統領が、ね、で世の中はまあ気な臭いよね、えー、ロシアとウクライナが戦争してるねバイデン大統領ロシアがウクライナ侵攻を始める前に軍隊を集結されてる時期にアメリカは参戦しないっていうようなことをはっきり言ってた気がするんですけど。 なんかあれ良かったのかどうかってね、あれでプーチンが決断したんじゃないかっていう思っちゃいますよね。で、さっきの前のページにあったローズベルトやウィルソンのことを言わせると、なんかルクナに進行するのを実はわざとなんか引き込んだような。 ここととももなないいは思いますけどこれもね後になるとねあのローズベルトもウィルソンも在任中は立派な大統領だってことで平和主義者だってことでなったんだけど今ねいろんな研究でいろんなこと言ってる人いますからこれもね10年も20年も出つと教科書も変わってくるかなでえ中国との間に台湾問題を抱えていてですねこれもじゃあウクライナと同じようにえアメリカは兵隊出さねえのかなとかねあるいは出すのか武器だけ供与するのか。 ねえー、北朝鮮あミサイルぶっ放していくどうしようか、ね、悩みは尽きないですね、えー、ハマスがあのイスラエルにから人質を拉致していったのがびっくりしましたねイスラエルがうんそんなことを許してしまう油断があったのかなって、ね、あの抜け目がないというイメージが私にはあったんですけども、あのーね、国際情勢非常に複雑になってきました大変なんですねでこうやって見るとですね。 バイデン氏の言ってることは今までの大統領みたいに積極的に介入するんだかアメリカは孤立で行くんだかいまいちよくわからないなっていうのが今だねまあしばらく経っていろんなものの結論が出ないとわからないんだと思いますがあの悪く言う人はもう迷走しているなっていう人もいるしね私も今までのように2つのね介入主義と孤立主義 の2つでは語り尽くせないものがあるなと感じていますね。この後もアメリカがどんなふうに世界に関わっていくのか、注視していく必要があるのかなと思います。はい、えー、とまとまらない話でしたが、これで終わりにしたいと思います。